これまだあれだからあんまり言えないことがあったらあれだけど、どうですか、実際働いて、駐在で働いてみてどうでした？まあ、今もまだ働いてるけど今何が違いますか？まあ、大変なんですけど、まあ、なんか大きく3つ違うところがあると思って、はい、まあ、一般的なんですけど、まあ、言語、はい、とまず人、はい、と社会、はい、で言語で言うと、やっぱ英語で仕事をするっていうのは大変なんですけど、うん、中でもアメリカが一番大変なんですね。結構その、まあ、インドでインターンショップもありましたし、はいはいはい、まあ、アジアの国の方々と英語で仕事をしたことがあるので、ダントツだったのアメリカの英語の速さ、はい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 、表現の多さ、はい、まあ、イディオム、はいはいはい、でもすごい学んでたじゃないですか。学んでたんですけど、単語帳とか、ただ言っても多いですね。で、地域地域になるじゃないですか。はい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 、そう、イントネーションも違うし、はい、スラングも違うし、単語が変わるんですよね。単語が変わったり、こっちだとそうだったけど、そうなんですよ、全然違ったり、うん、であとは一般的な、ね、方々が多分衝撃になるのは、うん、やっぱりその英語の速さ、うん、で、ね、全くケアしないじゃないですか、はい、理解の方、そうですね、皆さんも自分のスピードでこう話し続けられるんで、うん、ある意味競争し合ってるかのように同僚たちも、そうですね、あるいは協力し合いとか、まあ、そういうようなその信頼関係を築いていくんだけど、なかなか難しいですね。だから2型のジャパンと1型のそうですね、種はすごい高くてなかなか入り込めない、うん、芯の部分は。で、日本はなんかここなんですか、種、うん、あそこと取引あるの？さっきまでの態度とどうしてそんな変わるんですか？殻を打ち破ると途端に日本は、あれは不思議だなっていう。確かにそうですね、あれは本当に不思議ですし、間に受けちゃいけないところはあります。あのフレンドリーさみたいなところ、はいはいはい、そうね、急にいなくなったり、はいはいはい、急に冷たくなったり、はいはい、結構あるんで、うん、ただまあその言語の部分っていうのは、うん、かなり違うし衝撃になるかなと。で、まあ、そのビーチ文化もそうですけど、人のところで言うと、うん、プライドがやっぱり高いですね、アメリカ人たちは。で、その、まあ、褒めて褒めて褒めてっていうのを何度と何とか彼らのモチベーションを保ちながら、はい、こう一緒に仕事をしていく、はい、で結局のところ 100% 現地化してる会社なんてなかなか、まあ、日系企業ではないですから、まあ、そういう意味ではヘッドクォーターからこう置いていく、はいはい、自分でも腹落ちしていないようなその施策みたいなものをやっていかなきゃいけない中で、ギャップってすごい出てきて、指摘しなきゃいけない事項ってすごい出てくるんですけど、はい、その分褒めないといけないっていう、なんでも総じてコミュニケーションの総量がものすごい量になるので、やっぱそういう意味ではなんとかこう彼らのモチベーションを保ちながら、うん、プライドを傷つけないように、まあ、仕事をするっていうのは、うん、アメリカ大変かな、プラテンシングの中で。そうですね、日本のこの決定的なあれではどんなところが難しい、まあ、そうですね、日本人ってもやっぱり原点主義のもう最多のものみたいな、うん、アメリカ人も加点主義なので、うん、そういう意味では、まあ、100% できてるのが多分日本人って、うん、いいねってあるんですけど、うん、その 90% でも、うん、10% の部分をこう正そうとしてしまうのが結構まあ一般的な日本人で、はいはい、アメリカ人の場合って 10% できても 10% 褒めるじゃないですか、はいはい、残りの 90% ができなくてもよくやったらできるじゃないかっていう、はいはいはい、うん、そこの違いっていうのは苦労している人は多いと思いますね、うんうん、僕の場合はもう社長から口酸っぱくそれを、ね、はい、教えていただいたので、もう最初から気をつけてはいたんですけど、うんうん、もうまあ、このままあれですけど、うん、本社訴えられてる人ばっかりですから日本人、あ、はいはいはい、そうですね、みんなの前で、はいはいはい、まあ、叱咤激励って形で、はいはいはい、そうですね、はい、先に叱咤してしまって、はいはい、激励の前に出ていっちゃって、訴えられちゃうとかたくさんあるんで、そうですよね、ただそのアメリカって、はい、まあ、加点主義で、うん、やっぱり1個できたら1個褒める、はい、で次進んだら褒めるみたいな、うん、残りのこうあと 50% できてなくても、うん、50% できているところを褒めながら、うん、残りの 50% をこう埋めていくっていう、はい、多分そこは本当に日本人は苦労するところですね、うんうん、相当その辺のコミュニケーションとかその気遣いとか、はい、その最低努力をやってたら偉いですね、結構丁寧に。いやでも本当にもう原点主義とか加点主義だっていうのは、うん、ITA さんでインターンするまで1ミリも考えてないいやいや、普通そうですよね、考える必要ないもん。そうですね、ただまあ言われてもうそうだなと思いましたし、アメリカに来て実際にその現地のアメリカ人と働くようになってきて、あ、このことかと、すごいへこんだぞこいつみたいな、本当に 80% ぐらいできてる名人さんでも残りの 20% をまあなんとかしたいっていう、変な話、親心的にこう、いやここできてないからここ頑張ろうぜって言うんですけど、ここの 80% をベタ褒めしてからじゃないとここまでいけないっていう、それやっぱ人は大変、教育がどうだろうね。そうですね、あとはまあ社会的なところで言うと、
日本ってあんまり変化のない国じゃないですか、はいはい、で、うん、この2年間、うん、コロナとかいろいろありましたけど、うん、この歴史的なインフレが起きたり、うん、どこに人がいるんですかっていうぐらい、うんはいはい、いきなり人がいなくなったり、うん、そうですよ、ね、極端じゃないですか、はいはいはい、本当に大変ですね。もう失業手当とか、うん、アンエンプロイメントベネフィットが高くなってはい、はい、それが時給を超えて働かなくてもいい世の中が来て、はいはい、日本人だったら多分働くと思うんですよ。ベーシックインカムのテストとか、なんか試験運用してるなんかステルス的なんか制度がなんか実験してんじゃないかっていう。本当にそれぐらいでしたよね。あのマサチューセッツのあのアンエンプロイメントベネフィットのそのアワリーの金額40ドルって書いてあった時に引っ越そうかと思いました。だから高所得で休んでる方が多いからと思う。収容地がねどこにあるかわからないですけど。ああそういう20時間ぐらい働いてたすごいことになっちゃうよ毎日。いや本当ですよ。それでなんか自分でまあ、なんで人が集まらないのかっていうのをリサーチをしてるときにそういうのが出てきて、はい、でいろいろ文献とか読んでると、はい、サチューセッツ 37.5 ドルあわりでどうやって引っ越せばなんか本当だから確かに、ね、そんな感じで、まあ、かなり変化が早くて激しいその国になるんで、そういうなんかその変化をこうアンテナ高く敏感に、まあ感じ取って、でその上でこうプロアクティブにどういうような対策を打っていくかみたいなのがかなり日系企業後手後手になってるので、特にこの1年間ぐらいで、僕自身はそのまあ日本人が1人なので結構こう早い感じでプロアクティブに動けたところはあるんですけど、ただやっぱり大きな日系企業さん、特に製造業さんとかはかなり苦労されてましたね。本当にでもすごいですね。よくやってらっしゃいますよね。やっぱり人が足りなくてオペレーションが全然ニッチもサッチもいかないような話はよく聞きますし、給料をこう1ドル上げるのにも何個承認を取らないといけないのかってぐらい、やっぱりプロセスが日系の製造メーカーさんあるので、そこがかなり変化が早い分、そこ あのプロセスもかなり簡略化してこうかなりパンパンという形で、うん、対応できるようにしないと、うん、本当に苦労する。まだまだ狩猟型の人が多いから、ね、農耕民族的な人も いるけども、寄せなんかでもね、なかなかやっぱりリスクレットは変化のところにね、こうどんどん人が動いていっちゃうし、そうですね、はい、まだ楽しいというか人生楽しいというか、ジョブ型のね、行き着くところはそういうところなんで、とこ学びながら対応しなきゃいけないっていうことですよね。そうですね。なんか、ちょっとアメリカで働いてると危機感が生まれますよね。うん、日本大丈夫かっていう。あ、まあ、そうですね。あの専門型のね、あの大量のもう組織で戦うっていうのは、なんかこう加藤が変な話、人一人抜けちゃったらどうにもならなくなるような状況はどうなのとか、結構そのアメリカとかもシステムでもうある程度仕組み組まれていて、まあ変な人が来ても大丈夫だよみたいな形ではなくて、ある種人の経験とかノウハウとかそういうもので成り立っているところって結構あると思うんで、そこをこうまあなんとか個人地を組織地化して、で組織地をシステムに落とし込んでいくみたいな作業をこれからやっていかないと、地がこう暗黙地でこう 人が会社に属してるじゃないですか、はい、こっちはこう本人に属して、まあ、切り離されてこうちゃんと引き継げる、こう、本来はそういうシステムがかかってるけど、なかなか日本のその、ね、暗黙地的な中で、そうですね、ね、とにかくそこら辺3年ぐらい掃除して盗んでみろみたいな流れだときついですね。きついと思いますね。あ、引き継ぎとかもなかなか簡略、簡略というかな、引き継ぎの仕方って学ばないんで、会社でそのお偉いさんとお話する機会があった時も、なんか不満に思ってることで意見ありますかって言った時に、引き継ぎ研修を作ってくださいって話をしたんですよ。面白い。今日はその時に結構一人辞め始めた時だった。で、結局、まあ、若手はこれから辞めていきますし、はいはい、30代とかの方がバンバン辞めていくっていうことはより想定されますし、はいはい、その中で結局個人地を持ったまま辞められてしまっては大変で、それを組織地に落とし込んでいきましょう、マニュアルを作る、引き継ぎ書を作るっていう作業があって、ただそれって学べるものじゃないじゃないですか、はいはい、人によって、まあ、三者三様のやり方があったり、そうですよね、レベル感も全然違うんですけど、逆に言えばそこをしっかり研修とか
トレーニングを入れて、うんうん、あの自分 の, あの学んできたことを少しでも会社に残していけるような、うん、いわゆるシステム、うん、仕組みを作ることっていうのが大事なんじゃないですかっていう話をして、うん、で役員さんもかなりそれは新しいというか、うん、あの素晴らしいから検討しますって言って、うん、まだ検討してると思うんですけど、うん、5年ぐらい経ってますからね、何も分からずに。で結局どん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 人が辞めて、はい、でこうまたあそこでこう炎上して、はい、ここで炎上してみたいな、はい、だからそこがなんていうんですかね、うまく、はいはい、無駄なくじゃないですけど、はいはい、会社にその価値がうまく残るようにしていく、ね、とうまく連動させて、そうですね、継承されていくようになっていくことじゃないとっていうのは、それ素晴らしいですね。言い訳いくらでもできますからね、研修とかやり方わかんないですとか、ね、教わってないですとか、はいはい、みんなやってないから僕はやらないですみたいなのって、特に今の若い方は、ね、そうですね。でも部長は1、2年、3、4年先しか見てないから、ギャップが生まれちゃうじゃないですか。僕も昔のね、前職時代はそうでしたし、うん、だからそれと違ったスピード感で違うことをやっていかないと、うん、いけないっていう。なんか大変だと思いますね、そこは。ね、目指す部分が違うので。うん、なるほどね。いやでも素晴らしいですね。まあ総じてやっぱ大変ですね。はい、こう世間で、うん、世間的にアメリカ、うんうん、まあ、駐在だったらアメリカ駐在っていうと、はい、結構キラキラしてるイメージというか、はい、皆さんがね、多分こう、ニューヨークとかこう、さっそうと歩くイメージだと思うんですけど、はいはい、あれ多分 2% か 3% ぐらいの多分方々で、はいはい、多分残りの 97% ぐらいの方々は結構こう車で頑張ってこう2時間、3時間、下手したら5時間とか移動しながら、はい、こう何もない平野を走っていくような方々がやっぱ多いんで、はいはい、まあそこはギャップを感じる方は、もちろん僕もニューヨーク憧れて、はいはい、で、そうですね、まあそうですね、あ前のエルクグローブとかも、はいはい、あのまあ、ビル街ではなかったですけど、はい、結構まあいっぱいもう日本企業とかがあって、そうですね、はい、でまあ、そういう、うん、なんていうんですかね、建物がいっぱいあるところじゃないようなところに行く人も、うん、まあ、かなりの、はい、まあ、先生がいらっしゃるんで、はいはいはい、まあ、アメリカ駐在といえどアメリカ広くて、そうですね、まあ、たくさん種類があるよっていう、はい、違うアングルから他なんかありますか、そのギャップね、うん、あの苦労しながら、でもこの経験を生かしてまた日本が今後どんどん国際化していく、ね、そうですね、中であの、ね、うまく取り入れていけるように、はい、していくことが大事ですね。日本も変わってくると思いますね。そうですね、変わらざるを得なくなったら変わるとは思うので、うんうん、そうですね、ここから、はいはい、まあ、日本にたくさん多分外国人というのが入ってくるようになると思いますし、うんうん、そうですね、そうですね、とりわけその、うん、今エンジニアさんってどこでも足りてないじゃないですか、はいはい、やっぱりこう SaaS系の企業さんから話すると、うんうん、全く足りないと、はいはいはい、あどこにエンジニアさんがいるんだろうみたいな、うん、こう状況になっていて、ただその中で、うん、楽天さんとか、うん、あのファーストリテイリングさんとか、はい、いち早くその社内言語を入れまして、海外担当の人が、うん、多分すごい、そうですね、多分あの素晴らしいし、プロだったんだろうなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味ではあの、まあ、システムの例えばプロジェクトマネージャーが、あの英語喋れて海外の人をまとめられるようになってくれば、まあ、海外のエンジニアさん、そうですね、アジアのエンジニアさんとかを持ってきて、うん、で日本のプロダクトを開発していくみたいな、はい、そういう人材が果てしなく少ないらしいです。そういうふうに、ね、教育されてなかったり、あのその辺結構スルーしてきちゃってるから、そうですね、スルーしてきてますし、やっぱこう日本のこう、うん、あんまり給料が高くないエンジニアさんたちが1日15時間、うん、16時間働いて成り立ってきてた部分があるので、それがうまくいかなかったら、うん、でその人たちがじゃあ8時間10時間しか働けないってなってきたら、はい、まあ、そのギャップが出るのは当たり前ですよね。まあ、でも そんなことより上から脱出しないとダメですね。そんなことより塾行きなさい的な ね、 そ, うですね、うん、そんなことより今月からどうなってんだろう、提案いいのしてもね、そんなことより上が手を挙げる中で見て、あ、そうですか、でも貴重な経験されて素晴らしいじゃないですか。そうですね、9年ぶりのね、はい、インターン後9年ぶり、ね、あれですけど、もうでももう立派なね、もう一石級のあれですか、ビジネスマンですから、あれですね、まだまだ、あの素晴らしいことで、なんか本当感慨深いですね。いや本当にもうこれからますます活躍の場が増えてくると思うんで、そうなるように、そうですね、すいません、じゃここからちょっとオフレコな内容を話しましょう。めっちゃ面白い、もうさっきの話を続き聞かせてほしいぐらい、召し上がってください。それで何、あのその野球の下りも一回、野球、日本の会社ってどっちかってこう外野に20人ぐらい守ってるけど、
今の感覚だとセンターに100人ぐらいいて、センターにまあ50人ぐらいの人がいて、はいはい、みんながみんな僕センターにボールしか取らないっていう、まあ年齢層高めの方がたくさんセンターに集まられ て僕みたいなのいっぱいいて、まあ、僕はまあレフト守って、はいはいはい、でライトにボールが飛んで、ライト誰もいないの、ライト誰もいない、センターに50人、はいはいはい、レフトに僕がいる、センター50人の人の方が近い、はい、センター50人の人が取ってくれると思うんですけど、はい、お前が行けっていうことでこうレフトから一生懸命走ってこうライトまでボールに行くんですけど、追いついた時にはもう2塁打になってて、でもう気抜いたら3塁打になってるんですけど、めちゃくちゃ怒られるんですよ、それでもうセンターの人がもう打球を見てすぐ走れば、で全然2塁打にすらならないのに、なぜかレフトの僕が行かないといけなくて、結果3塁打になってすごく怒られるみたいな、どうすべきなのいやもうなんか組織改革的なのが、なんかこう発想の転換、まあそうですね、だからまあ動けないと思うんで、うん、全部網羅しようとするんだけど、はい、全然肝心要のところはなんか抜けてたり、なんかどうしちゃったのかなと、日本のね、あやっぱその変な話で、センターをまあ守って、うん、そういう状況を会社がまあ認知していても、うん、何もアクションを起こせないっていうのがやっぱり、うん、そうなんだね、センターから動かずにずっといても何ら問題がないことが分かってるんで動かないわけですから、うんうんうん、だからそのホットラインがあればいいわけですよ、上の人にそれはちょっとおかしいんじゃないかと、こうした方がいいんじゃないかっていうので、それがニュートラルに、あ、確かに、まあ、そうですね、まあ、シビアに言うと多分それでもあんま変わらないと思っていて、結局のところは、うん、センターしか守らない人もいるんですけど、うん、センターしか守れない人もいて、あそこしかやったことがないんだ、やったことがないし、ずっと俺はこれをやってきて、この会社がここまで大きくなってきたとか、ね、これだけやってきたんだから王道なんだと、そうなんですよ、俺はもうここでしか仕事ができないみたいな人たちを、会社がどうこう言ってもあまりやっぱ動けないとかで、なんでライトに、なるほどね、面白い食べてください、なんとか